はい、今日も一品です。まずは熱々のご飯にオリーブオイルを少量垂らして混ぜていきます。ここに朝ごはんで使ったレトルトのナポリタンソースですね。子供たちに朝ごはんを作った後に少しソースを取っておいて、ケチャップでもいいんですが、今日はソースがあったのでこれを混ぜていきます。はい、これを100均のまんまるおにぎり用機械に入れ込んで、あとはギュッとするとまんまるのおにぎりができます。はい、あとは粉チーズを振りかけて完成です。オイルおにぎりナポリタン、お弁当にどうぞ。